フィッシャニワンファイアープロレスリング3レジェンドバウト。64枠目。前回マイクですかね、マイクが、チャンピオンになったので、黒金さんいらっしゃい。今週の新しいチャンピオン、チャンピオン候補は、吉住さん、黒金さんが例です。わらわら 50%、 和骨です。サンデミングイドッパリ先生さん、いらっしゃい。川さん、和骨です。フライデーナイト、赤戸大門さん、いらっしゃい。先に言われちゃった、わら、わごうつ。クラスおじさん、いらっしゃい。チャンピオンになる確率は 50% か。チャンピオン 50%、 動力が早いですね、ゆじみさん。すぐ戻る、3秒で戻る。和骨です。攻撃力3。アランプローソンさん、森さんが一番最初。農協牛乳さん、あれです。33、投げが強い。4、はい、攻撃力が割とある。俺のケツも割ってくる。ルドさんいらっしゃい。攻撃力はそこそこになる。ワクロスです。はい、猫じゃらしさんいらっしゃい。そして、技ですね。ローキック、パンチ、キック、ショルダータックル、ノーコンキルさん、ジャンピングニーパッド、エルボーパッド、エルボースマッシュ、エルボーパッド、エルボースマッシュ、マシンガンキック、マシンガンキックどこか。で、ツームストーンパイルドライバー。そしてタイガードライバー、タイガードライバー、ストレッチプラム、バックを取ってフェイスバスター。農協牛乳さん29個目差にして、そしてスリーパーホールド、後頭部続き、取られたらバックを取り返す。フライングニードラップ。ここのレスラーはもう裏がないですからね。シューティングスタープレス。目玉焼きは何がいい？ああ、固めか柔らかめか、半熟が。私は大体ちょっと半熟がいいかな。チキンウィングフェイスロック、リバースインディアンデスロック。自分両面焼きが好き。両面焼きはいいですか。はい、ロジックはやっぱりこれ 50% ですよね。はい、吉住さんだから固めがいい。かける調味料で大騒ぎになるあれですね。ああ、調味料は何か37個目じゃない。50%ラージン。私は醤油、マヨネーズ、何でも結構、あの毎日同じじゃないかな。ソースかけたりとか、いろいろその日の気分によってみたいな、そんな感じですね。ここはさすがに 50% なかった。40、40、20。うちは青じそドレッシングです。青じそドレッシングは初めて聞きましたね。卵にかけるの。ゆで卵にですよね。あ、ゆで卵じゃない、目玉焼きですよね。ラーシーフォーほとんど食べた関連になりそう。わら、食べた関連で赤戸大門さんがいる。50、50、50、50。目玉焼きは塩コショウかな。塩コショウのみと。50、50で50、50。トーストなら塩コショウ目玉焼き相性いいですね。あ、そうですね。かけすぎるんだな、これが。かけすぎちゃう。50、50。あとはみんな50、50。あ、50% ですからね。味の素派です。味の素をかける。あ、味の素ね。グルタミン、グルタミンだっけ。50、50。はい、50、50。
50%。 50%。 50%。 ほんのり塩味が効いてれば味の素でもいけますからね。なるほど、味の素はかけたことないや。よし、はい、というわけで吉住さん続いて、あと2人、あと2人いきますよ。あと2人、これぞというもの。コラムス先生。コラムス先生、でも味の素に合う卵料理はゆで卵かな。味の素だとゆで卵がいい。ドロジさんからです。コラムス先生どんな感じですかね。和国です。もう20でいいか、髪が長いから。トモさんやね。その言い方。コラムス先生、宝石のレッドでいいか。コラムス先生なんか負けそう。わらわら。大乱闘 PC 延長。コラムス先生延長が多いからね。延長が。延長が多いから。延長というか残業が多いから15秒だろうね、多分ね。コラムス先生は。投げには結構ね、いかない。投げとかパワー系じゃないのね、コラムって。関節で、関節で、赤と大門からです。関節が多いから、飛び技もいない。腕のパワーも実はなかったりね。その代わり防御力が高めでいっちゃうとね、いいんじゃない。助手していましたもんね、わら。15秒回ったら外に出たらほぼリングアウト、わら。でもゴリッと減ったときパワーねみたいなこと言ってそう。よし、ラギアドモンス。あ、いいんじゃないこれ。結構強いんじゃないコラム先生。キックとパンチと関節のみ。女子は同じね、金敵ばっかりやってた。女子はいた、あった女子はいたからね。キック、そうだ、金敵だ、わらわら。女子は豚の顔でしたね、わらわら。女子はそう、豚でしたね。ショ、確実に当たるのはショルダーだからね。確実に当たるショルダー。キックはフライングニールキック。ただ走ってからのニールキックは当たんないんだよね、このコンピューター。コンピューターはだからジャンピングにいいのがいいだろう。エルボか逆水平か。ショーダがある、ショーダ。マシンガンキックを入れてきて、投げ技がないからもうあれだね。ボディーブローだね。ボディーブロー。でマシンガンキック。ライオンを追ってやり持ちした設定ですよね。で関節が多いからやっぱコブラのようにね、しつこい残業。和骨です。プロレスリング。フェイスバスターってどんな感じなんですか。スーナーさんね、フェイスバスターって何だっけ。続きがいいのがいいか。続き。スリーパー、肩始めがいいね。脇型ね。ニュードロップでいいか。闇落ちした助手さんは本当に怖かった。ロメロがね、ロメロがいい。よし、助手さんと対戦してほしいな、わら。タケノコチャンネル様で。敵してくるからな。あー、助手呼びましょうか、じゃあ。助手は助手にしましょうか。助手ですね、じゃあね。助手はいつのあれだっけ。待ってね。ピクチャ、スポーツ、パイプロ、助手。助手、あー、助手はあるある、スクショが残ってる。はい、キック 100% かな、相手と離れると。助手に久々のオファーが来ました。助手ハーバードってレスラーいますよね。助手ハーバードでいいね。助手は強悪だった記憶、わら。助手は強かったよね、確か。そんな
コラムス枠の理不尽な残業に対する復讐を、わら。で、ランツー、ハンマースルー。ハンマースルーよりランツー、エンディギ。あー、離れてね。あ、ランツー、組み合ってか。ここら、マイクは。ハンマースルーいらない。それ助手、バーネットだと思う。助手、バーネット。組み合ってツーは。ここ50、50でいいね。助手はパズル枠も試合もないし、アルバイトでもしてたんですかね。50かな。あ、45なんだ。あ、45しかできないな。ダメージダイナと、マシンガン、ボディーブローマシンガン。まあこれはどれもだ。ダムダウンはいらないで、ワンと上だっけ。ワンと上だっけ。走る走らない。 50% バックを取るから、ボタン。あとはバックを取ったとき、バックを取ったときは肩始めがいいかな。鈴木より肩始め多めで、肩始めもあるけど、やっぱり関節が強力だから。ランと横なんだね。あー、ズズキはズズキいいよ。ズズキは一応入ってるけど、入れないといけないから入れただけで、もう締め上げる。コラム先生は締め上げるんだこれね。相手はもう締め上げちゃうね。走った時、まああとはいいかな。ダウン中は締める。あー、ほんとダメージないだって締める。とにかく締めるわ。締める、コラム先生。締めるわよ、締めるわよ。ねっとり絡みつくからね、コラム先生は。ねっとりね、残業時刻に。これで残業時刻だね。はい、というわけでコラム先生が来たらもう助手を入れないといけないということで。先生、恨みを晴らす時が来た。返り討ちにしてやる。はい、助手は誰がモデルだったのこれ。あ、そう、ブレード武者ですね。はい、86個もないじゃん。ブレード武者でしたね。はい、で、カラーがブラックだよね。はい、カラーブラック。ジオシュになってませんでしたか。あ、ジオシュになってた。あ、ほんとだ。ジオショーになってた。ジョジョではないじゃん。ユにもなってないし、しかもジョ、はい、わらわら。ジョジョ、はい、ね、ジョジョになってる。お疲れですね、ラックスさん。そういう子疲れてんのかな。3できる。キックが3。ジオショの奇妙な冒険、わら。ジオショの奇妙な冒険、どうやさんにです。4 4 4 1 3 3。防御3。あ、割と防御力は高いですね。ミスト先生の泥沼の争いが勃発してしまうのか。そして密航に入学させたかった、わら。密航には入学できませんでしたね。ローキック、パンチ、キック、ショルダー、ジャンピングに、エルボー、地獄突き、狂気攻撃、頭突き、ジャンピングパワーボム。よし、ちょっと大技も入っててね。大技、ジャンピングパワーボムで、毒気、高さ抑え込み、スリーパー、コートオブエルボー、フライングニードロップ、フィストドロップ、高ボールキックで釣り金、はい、でブランチャーで、ロジックの方がキック 100%、 キック 100%、 はい、キックが 100%。 はい、残業も 100%、 残業も 100%。 女子は残業嫌がるけど、
で、上が 15% あるから全部ここになる。ランが25。25。45。ハンマースルーが15か。で、45。で、残りがこれ。で、20。25。35。で、10。あとは50、50、50、50、20、80。バックを取るが 20%。 せめてサービス残業じゃなければね。で、あ、そうそうそうね、サービス残業だから怒ってんだよね、女子はね。バックを取った時が40、40、20。バックを取った時が40、40、20と。走ったとき、ダメージが小のときは、60、40。ダメージが、相手ダメージが大のときも60、40。ランボタン 100%。で、ランボタン 100%。タカさんいらっしゃる。あ、オニタさんはいる、いっちゃいるよね。オニタさんでもポイント少ないよね、確かね。ワンダさんあれです。オニタさんは結構ポイント少なかったけど。ドキュメントパイプロ、パイプロドキュメントで、助手のこれまではですね、5勝4敗。あ、勝ち越してますね。5勝4敗、助手。すごいね。助手か、まあ、勝ったことありましたね。助手、わらわら。助手5勝4、5勝4敗です。さあ、行きましょう。じゃあ、吉住。あ、吉住さんが連勝したら、あの、夢の対決ないから、まあ、先にコラム先生とやりますか。コラム先生とやらないとね。あれだね、もし吉見さん強かったら、あれだから対戦できないから、いきなり。さあ、というわけでタカさんありがとうございます。コラムス先生バサス助手。さあ、日頃の恨みを晴らすのか、それとも先生が返り討ちにするのか。三教地獄に追い込んでやる。返り討ちですよ。大ニッタさんはリング内というよりリング外の大ニッタ先生の方がメインだった印象だからな。ファイト。これは骨肉の争い。さあ、先生がキック。先生に向かってチョップ。なんてことをするの。助手絶対悪そう。さあ、先生締め上げる。暗黒を辞した助手、暗黒面を出してきた助手。あと先生に向かって、なんてことするの。特にこの野郎。助手の顔面に向けて、先生の喉元に地獄突き。それか。さあ、先生流血、先生流血。あ、お時間伸ばしておかないとね。先生流血でございます。さあ、毒斬り。さあ、毒斬り。毒斬りはせん、毒斬りはしないとダメじゃない。しかし先生殴る。この野郎。さあ、毒斬り、地獄突き。さあ、先生殴る。地獄突きで返す。助手ローキック、地獄突き。さあ、強攻撃。サビさんパンチ。さあ、先生締め上げる。さあ、先生の勝負だ。おっと、先生飛ぶのか。先生、しかし女子がもう立っている。甘いですよ先生。おっと、しかし、おっと、先生のロメロ、先生ロメロ。さあ、先生のな、あーと先生ロメロ。さあ、女子ピンチ、女子ピンチ。先生、私だって残業したいわけじゃないぞ。でもこの2人は仲がいいですよね。後ろ仲、どこ切りやって後ろ取らないね、女子は。おーと、しかし先生のマシンガンを、そして、おー、先生の股間に蹴り。
あーう、わらわら、ジュヤの金来た、この野郎、ジェドウ、わらわら、ほらー、まあ、んですか、わら、戦火の報道来た、うちまだ先生弾通ってない、先生弾通ってないんだよね、先生って弾あったんですか、弾あったんですよ、おう、このコラムス先生には金石がつく、やろう、さあ助手に向かって、このいやー、いい勝負立てる助手は、おっと後ろ取って、おっと、しかし先生こしゃくな脇固め全然一応男だから、私男よ、さあ助手を締める、助手を締める、待ちなさい、あーでも怒りの助手もう帰りたいんだ、怒りの続き、しかし先生のマシンガン蹴りからの逃がさん、もう帰りたい金敵、あーっと先生じゃない、助手ギブアップ諦めます、残業します、先生の脇がため、先生のロメロスペシャルで残業に持ち込まれた、ロメロで残業確定、あー残業決定してしまった、やはり助手はかなわなかった笑、先生の魔法石の方が頑丈だったか、先生の魔法、おっとさあグイグイ締め上げる、助手はもう諦めたのか、助手はって政治退社を諦めたのか、さあ先生の怒りの腹から殴ってボディーブローからのロメロスペシャル、もう助手は一本取られて、おっと満身創痍が助手、もうダメだ、俺は残業しかないんだ、俺は残業かよ、悲しいな、いやー先生構成、先生あ終わった、先生助手を返り討ち、コラムス先生蹴りが見事な聴衆笑うわ、わらわらこのパターン見たことない、わらわら、さあ続いてブラック労働に対抗するのに、生涯ブラック、よしのみさーん残業する確率は 50%、 吉住さんが勝利する確率は 50%、 吉住 VS コラムス先生、衣装、衣装がブラック、確かにね、衣装がブラック、おっと赤と赤だ、レッドにまみれた、おっとコラムス先生いきなり、コラムス先生いきなり流血、あっと殴るコラムス先生、よしでメルボー、コラムスコブラ、コラムスコブラ、和骨です、159個もされました、さあコラムス先生のパンチ、これあっと吉住さん流血、吉住メルボー、吉住メルボー、コラムスパンチ、コラムスパンチ、コラムスパンチ、そしてコラムスロメロ締め上げるパンチ、さあ締める締める、赤まみれベースバスターが、さあコラム先生、 ねっとりと残業地獄に追い込むコブラ、さあお互い締め技、さあ勝だ勝だ勝だ、そしてロメロ、エルボー、もう 血もタイツも赤だしね、血で、おっとジャンピング2、ジャンピング2、おっとしかし吉見さんの腹に向かって、さあ吉見締められる締められる、 50%、おっとここ外したジャンピングに、さあこのボディーブローからの厳しい攻撃、殴る厳しい攻撃、さあ吉見さんギブなのか、
50%、 50ショルダー、50エルボー、50エルボー。さあ関節をするがすぐに外された。50エルボー。さあ場外乱戦、コラム先生はなかなか帰らないはず。さあ締める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 、これはちょっと潮に潮にまみれるのか、潮に来るのか。いや吉根さんすぐ帰る設定だから逃げた。リムティショルダーだと50肩になっちゃう。だいたい50ですね、50でしたね。あっとここで吉根さんギブノー。いやコラム先生強い。さあ1本取ったコラム先生。コントロイチンが 50% でギブアップ。 50 エルボー、 50バスター、 50 エルボー。しかしコラムス、コラムスブロー、コラムスロメロ、これは聞く。女子が待ってます。女子がもうコラム先生の軍門に下りましたから、コラム先生の応援してます。ジョージは手伝いになってる。さあこれはもう吉住先生、吉住先生じゃない、吉住ギブアップするのも時間の問題か。締めに締める、吉住さんの体が裂けるのか。吉住なんとか反撃する。もしかしおっとフィクテールを元の再生戻り、おっと、さあコラムスマシンガンからギブアップ。先生頑張れ、先生頑張れ。いやコラムス先生強い。さあ先生連勝でタイトル戦。さあチャンピオンお待たせしました。吉住何もできなかったな。今日のチャレンジャーコラムス先生バーサスチャンピオン、さあ初防衛なるか。玉の穴マイク、全然コラムスが一番得意なのよ。玉の穴の資格。いやマイクは割と強いですよ。マイクは防御力全振りですから、この防御をね崩すのは容易なことではない。まあ、コラム先生もね攻撃捨てて防御してるからね。コラム先生も防御力が高い。お互い防御はディフェンスね、攻撃的なディフェンスです、お互いね。確かにおじさんが例です。外見的にも熱い。あっといきなり殴った。先生の連鎖って言葉が出ないですよ。ああそうですね、連続でかけたら連鎖ですね。見た目はもう名勝負。さあマイクのまんじ固め。さあコラムスパンチ、コラムスパンチ、コラムスパンチ。おっとマイク流血、マイクが流血した。マイクなんとか、しかしコラムスパンチ。おっとマイクはどうだっけ、マイク早く帰ってくるのか帰らないか、それによっては。あとなんだなんだなんだこれはパンチが空振りしている、パンチが空振っている。危ない、塩まめになるとこだった。さあ謎の空振りがありました。コラム先生キーちょっと冷静にならない。パチ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 。さあマイクのまんじ固め。おっともう2入ってる、2入ってる。さあしかしパンチで攻めて、まだしかしロメロしませんね。コラム先生ロメロはしない、まだ得意のロメロはまだ入ってない。マイクのまんじが1、2、2締め、2締め。
パンチから、あ、来た、ロメロが来た。多分マイクがかわしてたんで空振りに見えたんですよ。高速ね、高速回避だったのよ。さあコラム先生、絡みつく、絡みつくコラムス。さあ締め技の応酬、さあパンチからの連鎖。さあパンチからの連鎖、ロメロ連鎖。さあまずは、しかしコブラもさすがチャンプ、手堅い試合には定評なるチャンプ。おっとコラムス、コラムスキックが来た。初心残業時間に突入よ。ギュッギュッギュッと流血して、チャンピオン流血して、おっとチャンピオンの DDT、 ここで技来た。188、ごめんなさい。さあチャンピオン DDT 決まった。しかしコラムス先生マシンガンで返す。3分経過、締める締める。おっとここで投げ飛ばしからの締め技。さあチャンピオン一目に来たか、チャンピオン一目に来たか、チャンピオン一目に来ている。さあ落ちるのかコラム先生、来たパワーボム。チャンピオン、おっとここはコラム先生返した。2.9、 しかしこれでギブか、ギブかコラムス、ノーギブノーギブ。マシンガン、うわコラムス先生も返していく返していく。チャンピオンギブノー、ネバーギブアップネバーギブアップ。クルリンパノーギブネバーギブアップ。さあ4分経過、マシンガン、そしてロメロ、2、3、4、5、5回入ってる、5回入ってる。しかしまだチャンピオン、ギブはないギブはない。おーってことだ、腹にボディーブロー、チャンピオンギブ、1、2、3、4、5、バイク耐える、チャンピオン耐える、マシンガンまた炸裂。チャンピオンギブアップ、チャンピオン、さすがのチャンピオンの耐久力もコラボ先生のいやらしい攻撃に落ちてしまった。おお。さあコラボ先生、はい、バーサさんいらっしゃい、194個目さんいらっしゃい。うーん、チャンピオン、まあ両方ね、コラボ先生も結構あのバテてると思いますよ。 DDT、 あとカウント 2.9 まで入ってましたから。しかしマシンガン展開次第でまだね逆転もありえると思うんですけどもね。チャンピオンしかし一本取られてますから、序盤から攻めないときに、しかしボディーブロー、2、3、4、5回入るとやばいですね。5回入るともう関節が、5回入るともうギブ、危ない、チャンピオン危ない、チャンピオン危ない。1、2、3、4、5、6回入ってる、チャンピオン危ない、チャンピオン危ない、チャンピオン防衛なしで終わるのか。このチャンピオンが強いチャンプになるよって先週言ってたのに、このチャンピオンは10回防衛しそうなチャンピオンになるなと解説者の人が言ってたんですけど、解説者の見立て違いだとかコラム先生が、新チャンピオンになるのか、危ないチャンプ危ない、これブレイクない、ブレイクない、チャンピオンよし、チャンピオンよし、あーチャンピオン落ちた。コラム先生、第20代チャンプ、新チャンピオン登場。新チャンピオン、チャンピオン、玉の穴マイク破れる。コラム先生、新チャンピオンポットでで、ね、残業よ。今週コラム先生3連勝で、チャンピオンの座につきました。なんと玉の穴マイク破れる、防衛ゼロで終わりました。ここまでラスマゲが3回防衛した後はマッスルゼロと玉の穴マイクとね防衛が続きません。来週コラム先生防衛なるのか、それともまたチャンピオン交代かよ。さあどうなんでしょう。
来週は何先生だ。来週はまたね、はい、お待ちしております。コラム先生を倒すチャンプがまた現れるのか、それともコラム先生が、防衛して長期制限を。今度で残業確定です。これ試合後闇落ちした助手さんが襲撃するストーリーが、わら、すごい王者交代とかこの団体がうなってんだよ。すごい団体になってる。あのオールが来るかも。大江さんね、前来たことあるよ、確か。大江さんは、前 来ませんでしたっけ、OL。27歳を売れて、なんかどっかで来てたような気がしたんだけど。とにかく今ね、レスラーが今日の吉住さん、コラム先生で、79人目。次が、ウィザードリーが終える27歳で。80人目になりますね、記念すべきね。はい。あ、ちょっと待った。吉住さんって昔いたじゃん。吉住50ってもう出てるよ。ゼロ勝2敗の吉住50さんっていうんだけど。今日はただの吉住で、前回吉住50って言ったけど。わらわら、吉住50さん、あ、ちなみに吉住50さん50人目、ちょうど50人目だった。偶然にも50人目のチャレンジャーで吉住50さんだった。わら、吉住50はただのデンステータス 50% でしかも50人目だった。わらわら、武藤と無駄みたいな、ね、OL さんってなんか、あー、そうかもしれないね、武藤と無駄みたいなね。マスクマンだったっけ、吉住さんって。 OL さんはいないような気がするんだけど、パッと見、まあ、プロレスはマスクやペイントで別レスラーとして出ることはありましたし、おそらく別人でしょうね。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。毎週金曜日 PC エンジン版ファイアープロレスリング3レジェンドバウトエリート戦をやってます。また来週ね、チャレンジャーお待ちしております。はい、おっぱいです。おやすみなさい。おでした。おでした。おでした。おつ。おでした。おでした。おつでした。おでした。今日もおつでした。おやすみプロレス。おやすみプロレスリングです。おでした。おつでした。はい、おでした。